見事に勝利いたしました七ヶ岳ロースのヒーローをご紹介いたします。まず1人目のヒーロー MVP は新井選手です。今の気持ちはいかがでしょうか。いや、嬉しいです。はい、はい、5ソロホームランが出ました。はい、とても大きな当たりも大きなホームランでしたが、大きな価値のあるホームランだったと思いますが、まあ、ちょっと悔いのある中で一本打てたので本当に嬉しいです。はい、ご自身が待ってたボールが来たんですか。ご自身が待ってたボールが来たんですか。そうです、もう1秒差でいきました。はい、ナイトホームランでした。守備も素晴らしかったです。守備、なんかありましたっけ。ピッチャーしっかり投げてたんで、はいはい、なんとか助けられてよかったです。はい、打って守って大活躍の新井選手でした。スタンドの皆さんにメッセージお願いします。今日も応援ありがとうございます。これからもまだまだ試合続くんで、熱い応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、佐々木投手、敢闘賞受賞、おめでとうございます。今の気持ちはいかがでしょうか。素直に嬉しいです。流れで持ってくることができてよかったです。はい、気持ちのこもった素晴らしいピッチングでした。ありがとうございます。どんな気持ちで投げていらっしゃったんですか。そうそう、同点からのところだったんで、とにかく流れを持ってくることだけを考えて全力で腕を振りました。はい、そして本日2勝目です。ありがとうございます。ナイスピッチングでした。スタンドの皆さんにメッセージお願いします。初めて応援ありがとうございました。これからもこれからまた練習をしていきよう頑張ります。応援よろしくお願いします。山本食品10割特製そばセット10人前1袋が作られます。ブラッチお願いします。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。それでは3人目のヒーローをお呼びいたします。矢方投手です。そうですね、1点差だったので気持ちもすごく入りました。良かったです。はい、佐藤さんにメッセージお願いします。優勝に向けてまだまだ、勝ち続けていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。矢方投手には佐藤さんといたしまして、7万日新聞社提供、北斗のエレキを丸ごと使った10食セット、金カツカレーが送られます。グラッチお願いします。はい、おめでとうございます。はい、それでは4人目、最後のヒーローお呼びいたします。井上選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちはいかがですか。嬉しいです。はい、もう打って守って大活躍でしたね。ありがとうございます。今日は、どんな気持ちで試合に臨まれていたんでしょうか。練習通りのプレーしようと思ってそれができたから素晴らしかったと思います。スタートの皆さんにメッセージお願いします。
応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。井上です。今、クラクチャローズエンディーマンちゃんが来られます。クラちゃん、お願いします。おめでとうございます。どうぞ大きな拍手をお送りください。はい、ありがとうございました。それでは最後に柳沢監督にお越しいただきます。大きな拍手でお迎えください。柳沢監督勝利おめでとうございます。ありがとうございます。正直、お客さんこれだけいるんでね、あまり言いたいことないんですけど、ミスが多くてよく勝てたなっていうのが第一印象ですね。この回ミスもたくさんありましたし、そういう中で一つミスっていうのは勝負をね左右するそういう勝負の厳しさってことをまだちょっと甘いところがあったんでね、お前ミーティングでは言ったんですけど、そういう、悪い流れの中で。佐々木のピッチングと本当だよ、井上のビッグプレーが、ね、チーム、大きかったな、ずっと、勝利を女神を引き寄せたような気がしました。新井のホームランも大きかったのは間違いないんですけど、暑い中、最後までありがとうございました。先ほども言いましたけども、いや勝った僕はやっぱりホッとしてます。お客さんね、たくさん喜んでもらえたと思うんですけども、ただ勝負っていうのは今日で終わりなわけじゃないので、勝って行かれることなく、また明日の試合があるので、この勢いそのままにいきたいと思います。またどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん笑顔でお願いします。